According to the Scottish Rite of Freemason, the 33rd degree is an honorary degree bestowed upon a Mason who has done good works for the fraternity. But it is known that though Watt did belong to a boys' club in his youth called Demoray, which is sponsored by Mason Lee, but never joined the fraternity.Watt was not a 33rd degree Mason, and he was not ever a Mason of any degree. But I, Hiroshi Hayashi, would like to say that Walt Disney was more than that, or he was high above Masonry. Walt Disney はフリーメイソンではありませんでした。そのことはよく知られています。が、その精神はフリーメイソンをはるかに超越していました。ウォート・ディズニーはその
初期の作品においてフリーメイソンのシンボルマークを随所に織り込みました。特に Eye of Prometheus、 つまりプロメテウスの目は様々な場面で使われています。現在アメリカの1ドル札の裏にもそれが描かれています。またウォルト・ディズニーは33という数字にこだわっていたようです。自宅の番地も33番地だったようです。33というのはフリーメイソンのスコットランド派が名誉称号として与える数字です。聖書の世界でも意味のある数字ということになっています。ヤコブには33人の息子と娘がいました。ダビデ王は33年間世界を統治しました。イエスは33歳で十字架にかけられました。一般的には33という数字はフリーメイソンの世界では最高位の位を表す数字とも言われていますが、ウォルト・ディズニーはその33という数字にこだわっていたということになります。が、大切なことはそうした表面的なことではなく、ここにも書いたように、ウォルト・ディズニーはそうした組織そのものをはるかに超越した存在であったということです。もっと言えば、人間は一つ、世界は一つ、神々は一つであるということを見抜いていました。だから、ウォルト・ディズニーはこう歌い上げたのです。It's a small world after all. つまりね、世界は小さいんだよ、と。世界にはね、笑っている人もいるけど、泣いている人もいるんだよ。希望を持っている人もいるけど、ビクビクしている人もいるんだよ。みんなが助け合うことはたくさんあるんだよ。今こそみんながそれに気づくべき時なんだよ。だってね、小さな小さな、本当に小さな世界なんだからね。たった一つの太陽と月しかないんだよ。あなたが微笑めばみんなと友達になれるんだよ。いくら高い山があってもね、いくら深い海があってもね、結局は小さな小さな小さな世界なんだよ。小さな小さな小さな世界なんだよ。結局は小さな小さな小さな世界なんだよ。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient world and history. Today's story is that I say here that God is one, just only one, with just only one kind of humans. Once Walt Disney sang like this, It's a small world after all. Yep, we are the humans who live in such a small, small world after all. The greatest God in Islam is, of course, Allah. So it is Afula Mazda in Zoroastrianism
and Ra in ancient times in Egypt. Alaf, Afulamesa, and Ra belong to one sacred god, the sun god. 音を比べるまでもなく、イスラム教のラフ、ゾラスター教のアフラマズダ、それに古代エジプトのラーは一人の神、すなわち太陽の神ということになります。どの神が古くて、どの神が新しいかなどということは問題ではありません。どの名前が正しいかということも問題ではありません。皆一人の神ということです。太陽の神、それがアラーフであり、アフラマズダであり、そしてラーということになります。古代エジプトの神々についても調べてみました。やはり太陽の神です。ここでは簡単に紹介しておきますので、詳しくはこのビデオの最後、37分15秒後につなげておきます。わかりやすく言えば、世界の神々は一人、そして私たち人間もその神のもと一種類だということです。もちろんこの日本の関係に深い仏教にしても、弥勒菩薩教にしてもそうです。ゾラスター教からミタラ教、つまり密教が生まれ、チベットのタシルンポから長安、そして空海によって高野山に伝えられました。アフラマズダは日本では大日如来と呼ばれています。また、ミトラが誕生したとき、ブッダ、つまり、シトダーナ・ゴータマの父親のシトダーナ・ゴータマが、三人のマギの中の一人として、その場に居合わせていました。そして、仏教の発祥地のルンビニ、タシルンポ、長安、空海が修行したと言われている奈良の八田寺は、新一直線で繋がっています。また、八田寺の参道は、逆に長安、タシルンポ、ルンビニの方向を正確に示しています。詳しくはこのビデオの後にそれをつなげておきますので、そちらをご覧になってください。ともかくも、こうして世界の宗教がそれぞれ深い関連性を持ち、一つの頂点へとつながっているということです。つまりサンガード、太陽の神ですが、だからといって私は何もここで宗教の説明をするつもりはありません。大切なことは、私たち人間も一つ、つまり一種類の人間だということです。今こうしてライン理論によってそれを説明していますが、こうしたラインは決して偶然そうなったというものではありません。私たちが神と呼ぶ、つまりエイリアンによって意図的に惹かれたものだということです。試しにルンビニからイースター島へ西回りに線を引いてみてください。地球を逆回りしますから、 Google Earth で線を引くときには技術が必要ですが、その直線は10メートルのエラーもなく、あのメッカ・カーバを横切ります。イスラム教のメッカ・カーバです。カーバ神殿です。こうした不思議をただの不思議と片付けてしまうかどうかは皆さんのご自由ですが、不思議だ、不思議だと言っていただけでは、そこから先へは進めなくなります。大切なことは、その向こうにあるロジカルな理論に気づき、そしてそれを手元に引き出すことではないでしょうか。何度も説明してきたライン理論ですが、このライン理論を使えば、私たち人間はもっと神々、つまりエイリアンの存在に気づき、近づくことができます。あのウォルト・ディズニーはこの地球を指して It's a small world after all It's a small world after all と歌いました。イスラム教にしてもゾラスター教にしても、はたまた古代エジプトの世界にしても、この地球で見てみれば皆お隣さん同士です。そしてこの地球は限りなく小さい、本当に小さい。だからウォルト・ディズニーはこう言ったのです。結局はこの地球は小さいんだよって。では Bye for now。
Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island,Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro and Mekakava. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not?I just wonder. 一本の直線が作る不思議な位置関係を、それをさまざまな方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり
自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私林博はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが私林博のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Some Japanese archaeologists claim that the front approach of Teotihuacan shows the direction of the sunrise between the rainy season and dry season of the year. Is it true? According to my Hiroshi Hayashi's line theory, the front approach shows the direction sharp to Mohenjo-daro, Pakistan now.Which do you think it is more rational? ある日本人考古学者はこう主張しています。テオティワカンの参道はその地方の雨季と乾季の境目にあたるとき、太陽の日の出の方向を示していると。が、私、林博の考え方は全く違います。林博のライン理論によれば、テオティワカンの参道は、真直線にモヘンジョダロの塔の方向を正確に示しています。テオティワカンの参道は別名、死者の大通りと呼ばれています。また、モヘンジョダロというのは、死の丘という意味です。広し林、浜松市、ジャパン。テオティワカンの月のピラミッドです。月のピラミッドは参道の端にあります。古代においては月の神の方が太陽の神より位が上でした。ともかくもその参道はまっすぐとモヘンジョダロの塔の方向へ向かっています。この赤い線がそれを示しています。モヘンジョダロ、つまり死の丘という意味だそうです。これがモヘンジョダロの塔ということになります。で、そのモヘンジョダロの塔の中心部からテオティワカンにラインを引いてみます。黄色いラインがその線です。このラインはテオティワカンの月のピラミッドを正確に横切ります。注意深くご覧ください。この黄色いラインですね。この黄色いラインはモヘンジョダロの塔から引いてきたラインです。注意深くご覧ください。この黄色いラインです。参道は長いですね。長くてもこのように重なるということは、正確にこの参道はモヘンジョダロの方向を示しているということになります。つまり、テオティワカンの参道はモヘンジョダロの方向を示しているということになります。林博のライン理論を
もう少し詳しく説明してみます。偶然ではありえないということを証明しながら、そのラインが人為的に引かれたものであることを証明するのが林浩司のライン理論です。このグリーンのラインは右がギザ、そして左がイースター島へとつながる線です。その伸直線下にナスカがあります。そして赤道と横切る点をウエストポールと私、林浩司は呼んでいます。基準点中の基準点です。その角度は正確に60度となっています。ギザ方向には120度ということになります。南極点とつないでみてください。そしてそのウエストポールからですね、TOT 和間にラインを引きます。左の白い点が中心点ですね。ここが TOT 和間です。TOT 和間から90.00で、まあ北の方向に向かいますと、モヘンジョダロです。そして60.00で向かいますと、その先にギザのピラミッドが位置します。そしてまっすぐ下、ややエラーが出ますが、イースター島へ向かいます。まあ、ほぼ90度ということです。つまり、ティオティ和間を挟んでですね、イースター島とモヘンジョダロは反対側の位置にあるということになります。そして、そのティオティ和間へ、モヘンジョダロからラインを引いてみます。上のラインがモヘンジョダロから引いてきたラインです。そのラインは正確にティオティ和間の参道と重なります。これがライン理論ですね。もう一度確認してください。上が月のピラミッドですね。その月のピラミッドを正確に横切り、そしてそのモヘンジョダロからのラインは、ティオティ和間の参道と正確に重なります。グリーンのラインは、イースター島ナスカから繋いできたラインです。赤いラインは、ティオティ和間へ向かうラインですね。黄色いラインはモヘンジョダロと、ティオティ和間を繋いだラインです。こうして、まあ、それぞれの拠点の位置が決まっていきます。黄色いラインに注意してください。モヘンジョダロとティオティ和間をつなぎますと、この間の角度は正確に 60.0000 となります。そしてギザの第一、第三ピラミッドに注意してください。点を取るのが難しいですから、この、まあ、いわゆる頂点の角に点を取ってください。第一と第三の角の点を取ってください。その線、作る線と、そしてこの黄色いラインは、正確にはポポカティペティですけども、ほぼ、まあ、間違いなくと言いますか、エラーなくティオティ和間の線と 90.00 で重なります。そして反対側45.00 で線を引きますと、モヘンジョダロへと向かいます。このような位置関係にあります。これを偶然と言うか言わないか、それは皆さんの判断ということになります。私、林浩司は偶然とは考えていません。すなわち、これは偶然ではない。人為的にこうした位置にそれぞれの、拠点が置かれたということになります。